ナブテスコは独創的なモーションコントロール技術をベースに鉄道、航空、自動車、そして産業用ロボット、建設機械、自動ドア、さまざまな分野におきましてグローバルのお客様に対して事業を展開しております。2017年から2020年まで中期経営計画を今進めております。その経営方針としまして、まずは継続的な利益成長を目指すというところでございますけど、それに加えて ESG を重視した経営を進めております。 ESG のですね、いい環境ですけど、これは CDP の最高評価というものを重視しております。省エネ活動だけではなく、再生可能エネルギーを活用していく、これが重要だと考えております。それぞれの工場の敷地には制限がございます。ナブテスコは工場棟の屋根だけで発電していこうという方針もございまして、やはり限られた工場の屋根の上で最大発電を行うためにはですね、変換効率の高いサンパワー様のパネルを使う必要がございました。そこでサンパワー様パネルは25年の長期保証、加えて設計寿命が40年以上と、そこが非常に大きな魅力だと考えております。当工場では CO2 削減に向けて省エネでは高効率な設備、それと高効率なエアコン、これに更新してやっております。省エネでは太陽光発電で CO2 削減に貢献していこうというふうに今推進している最中でございます。太陽光パネルで3500キロワット、ピーク時で当工場の 50% の電力を補っております。年間平均では 10% の電力量を補う予定でございます。長期的な目標として2030年現行比で 30% の CO2 削減を考えております。今ナブテスコ全体の CO2 排出量、これを上回る規模の工場を建設しようと考えております。したがってその目標を達成するためには、再生可能エネルギー、これは太陽光パネルをですね中心とした再生可能エネルギーを最大活用するということに加えて、 CO2 フリーの水素、その他のあらゆる手を講じまして、それらの目標に向かって進んでいきたいと考えております。